はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、こちら、ドドンと、ダダダッと、ジェントスの、この LED ですね、このなんと400ルーメン、しかもちっちゃいのよ。ちっちゃい400ルーメンを、購入したので、紹介していきたいと思います。まあ、購入したのはもうだいぶ前だけど、なんだろうね、こう、開封しようと思ってね、いつも、こう、車をなんか触ろうかなっていう時に、結構持ってってるんだけど、なんかね、なかなかね、開封してなくて、もう今日はもう開封しようと、いうことで、開封していきたいと思います。で、これは、ちょっと今こう正面使ってるんだけど、これね、これのなんかバージョンアップ的な感じかな。形っていうのがね、似てるのよ、ほら。うん、わかる？ちょっと形が似てるんだけど、こっちは単三電池ね。単三電池2本で140ルーメンっていう、ちょっと型式ね、ここ書いておきますけど、OZ132D という800円ぐらいのやつなんですよ。これね、めちゃめちゃ便利で、でもこう釣り道具とか、こう車もそうだけど、常に乗せてるっていう感じです。めっちゃ便利なのよ。釣り道具のバッグにさえ入れておけば、例えばこうね、懐中電灯の電池がないって言っても、こっちは大体ね、問題なく使えるとか、あと車に乗せておいて、なんかちょっと見たい時に、携帯のこのライトあるじゃないですか。この携帯のライトって、まあ、使えなくはないけど、こう、なんていうのかな、こう、明るさをこうやって見た時に、これ、白いし、ちょっと今、照明焚いちゃってるからあれか。はい。こういう感じね。これが iPhone SE2 のライトね。で、これが130ルーメン。これね、ちょっとカメラじゃ若干伝わりづらいけど、こっちの方が、どうだろう。2倍以上明るいんだよね。目視で見ると明るい。なんか、携帯は携帯で、めちゃくちゃ暗いわけじゃないけど、やっぱこれもうワンタッチでパッと使えるんで、ただこういう照明もそうだけど、スマホの照明でやると、こう、なんていうのかな、こういう照明もね、こうちょっと今白くなりすぎてるけど、こう色ついてるのわかんなかった。スマホのライトってこういう感じなのよ。ちょっと色がついてるのよ。ちょっと黄色い色っていうのかな。ケルビンとしては、多分3800とか4000とかぐらいじゃないかな。ちょっと今カメラが調整して白くなりましたけど。だからこの状態で多分これつけると、ほら、めっちゃ白い。ほら、青白くなるでしょ？これまあカメラがね、多分すぐ調整してくれると思うんですけど、ほんとね、めちゃめちゃ便利なんですよ。で、今日はね、これをやっと開封したいと思います。何ヶ月保管してたんだっていうぐらい。保管してたわけじゃないんだよ。なんかね、開封動画撮ろうと思って、なかなか撮ってないっていうだけです。これはね、ほんと、なんか パワーアップバージョンって感じね。この 132D のパワーアップバージョンなんで、型式が OZ134D。今この照明当ててるのが 132D なんで、まあ、単純に電池の違いかな。電池が、今この照明当ててるやつが単三電池が2本なんですよ。で、これ4本になります。その分明るさとかもアップするんで、ちょっとね、やっぱこういうのがね、明るいライトってほんとね、いろいろ自分もこう夜ね、撮影したりするときに、やっぱある程度明るいライトがあった方が、っていうのがあるんで、まあやっぱちょっと値段が上がるから数はあんまりいらないけど、なんだかんだでね、あっちこっちほんとにね、置いてますね。車もそうだけど、釣り道具のね、タックルボックスとか、そういうのもそうだけど、置いてあるんですよ。というわけで、これが本体ですね。LED の面が、点じゃないね。でかいっていうか、そこまでないか。ちょっとこっちの照明を、ちょっと暗くなるけど、はい。こういう感じね。これが 132D。これが 134D ね。はい。ちょっと怪しい人みたいになってるけど。だからこの光る面が全然違うし、これね、ちょっとわかりづらいけど、ちょっと見えないか。ちょっと今カメラの調整で、ね、無理やり出てますけど、LED のね、点が 8点かなあるのはね、わかると思います。このね、点が8点の方がこっちね。で、バージョンアップの方がこれ。まあ、ちょっと今が点灯するんで、ちょっとどんな感じかわかんないけど、大きさ的には、ほんとね、ちょっと一回り大きくなったかなって感じかな。縦の長さは変わんない。横がね、やっぱこう、ちょっと、やっぱ電池がね、4本入るんで、ちょっと大きくなったっていうのと、この光る面積が、まあ、3倍ぐらいになったのかな。まあ、そんな感じですよね。これ開けにくいなと思ったんだけど、ここね、
こっからこれを回すのよ、こういう感じで。でカポッと抜けると、ちょっとヘッドライトに似てるね、ジェントスが作ってる、こういう感じで、カタッと開けてパコッと抜くと、こういう感じです。今ね、この付属で付いてるテスト用電池を入れました。はい、ということでスイッチどこにあるの、スイッチはここにありました。こう、これわかるかな。はい、ここね、このなんていうか、電池外す逆、電池はこっちから外すのよ。で、電池を外すとこれ磁石になってて、で、このさす、なんていうか、こう服とかにこうさせるところの上側にここに、電源マークありました。で、上にはトップライトというのがついてます。そしてこのスイッチはね、3段階あるのかな。まあ、とりあえず押してみましょうか。せーの、つきません電池逆だったかな、電池のね、プラスマイナス入れ替えたんで多分大丈夫だと思いますはい、行きましょう。どこが光るんだろう。せーの、おおいきなりちょっと待って、いきなり画面真っ白だったね明るい。これ今1回目ね。はい、2回目、これがマックスみたいだね。で、3回目、これわかるかな、このトップのね、この先端のトップの部分がこうやってこう懐中電灯みたいな感じになってるみたいですね。これトップだと多分さっきのスマホの明るさぐらいじゃない。このトップだと30ルーメンみたいです。この上のね、懐中電灯みたいに使える、このトップだと30ルーメンで、使用時間としては60時間使えるらしいです、これ。このトップだと、やっぱ単三電池4本ってすごいね、威力がすごい。1回目が140ルーメンで20時間、2回目のハイパワーね、が400ルーメンで7時間だそうです。これね、書いておきますけど、素晴らしいね、素晴らしい。いや、これ明るいよマジで。これ140ルーメンだね。ちなみにこれはやっぱ点点点点だね。いや、めっちゃ近づいてるけど、点点点点ってついてるの分かります？ LED 素子がね、見えてますね。なんか一面光るかと思ったらこういう感じで、ね、ちなみに 132D を持ってくるとこんな感じです。だから点点点点の位置がもうこんだけ広いね。で、一個一個がちょっと分かりづらいかもしれないけど、明るいの分かります？明るさがこの上ね、上とこっちだと、下の方が圧倒的にこの明るさがね、ちょっとすぐ上下しないと調整されちゃうんであれだけど、今この明るさからパッとやるとほら、暗いでしょ。ちょっと今カメラが多分明るくしたな。こうやるとほら、だから元々の LED の明るが全然違う。これ今両方で言うと、これ両方140ルーメンなのよ。この今、この弱だから140ルーメン。こっちは設定がないです。設定がもうオンかオフかしかない。スイッチを押すともう消える。だからまあ便利なんだけどね。ちょっと使えるとき本当便利。オンかオフかしかないのよ。で、こっちは押すたびに、一応仕様は切り替わると。今140ルーメン。で、もう一回押すと400ルーメン。マジで明るいね、これ。マジで明るい。で、もう一回押すとトップ。っていう切り替えですね。だから途中で押しても、その順番は絶対ループされるって感じかな。ジェントスのもう一個上の明るいやつあるのよ。これですね、これ。ジェントスのこの LED のやつね。これは、なんていうのかな。これもこれで、これローで何倍だったかな。ローで200とかだったかな。で、このハイパワーにすると500なんだけど、今、わかりました。一回ね、例えばトップなトップ。これもトップと、で、ここロー、ハイなのよ。それのループなんだけど、例えばロープ、これはこれで付けっぱなし、どんぐらいかな、10秒とか付けっぱなしでスイッチを押すと、オフになるのよ。で、これは連続で押すと、もちろんトップ、こっちね、こっちが光って、で、ハイになって、オフっていう、早く、何回か早く押すと、ループなんだけど、一回押して、10秒か15秒ぐらいかな。この状態でしておいて、切り替えようかなと思ったら、ほら、切れるのよ。こういう感じです。こっちは違うみたいですね。常にこの、なんていうのかな、ロー、はい。で、トップのオフっていう、これが絶対ループみたい。今だって、つけっぱなしにね、これしておいて、結構時間経って、
押したけど変わんなかったもんね。だからそういう仕様みたいですね、これは。うん、変わんないねっていう感じです。ちょっとこれをね、外でちょっとやってみて、どれぐらい明るいか見てみましょうか。はい、ということで今ね、現在ちょっと外にね出てきております。車のすぐ目の前なんですけどね、ちょっと手の震えがカメラに入ってるかもしれないんですけども、はい、こんな感じで今ね、ライトがこの 132D というこのライトですね、はい、手前はこんな感じで結構こう綺麗なんだけど、でも広範囲だよね。だからこうちょっとね、こう使うのにはめちゃくちゃ本当便利。スイッチオンで140ルーメンと。ということで、今回こちらのね、さっき開封したばかりのこちらのライトを照らしてみましょうか。スイッチどこだ？はい、ここか。いきます。せーの、ドンと。明る。ちょっと交代しましょう。交代しましょう。はい。で、こっちを切ります。切ります。はい、切りました。140ルーメン。で、今照らされてるのも140ルーメンなんですよ。これ、本当これ1個だけです。これ、明るさちょっと全然違くない？さっき、これ今ずっと多分ノーカットだと思うけど、同じ140ルーメンかな？本当に。で、もう1個押すと、ポチッと、ほら、これが400ルーメン。これ、ま、これ違いすぎない？え？めっちゃ明るい。ちょっと今手前は光が当たりすぎてちょっと白くなってるけど、これ全然違うよね。ちょっと今からちょっとスポットになってオフ。で、もう一回これね。これほんとマジで140ルーメンのこれだけなのよ。こうやってるからわかると思うけど、これだけの明るさで140ルーメン。もう全然ピントも合うし、同じ140ルーメンとは思えない明るさですよね。で、ちょっと最後にもう一回戻してみましょうか。これちなみにですけど、電池新品というか、一応ね、充電式の電池使ってるんですけど、今回のために一応満タン充電の状態で持ってきてます。もちろんね。はい、行きましょう。せーの、ポチッと。ちょっと今、手がね、足りないんで。はい、では、こっちの140ルーメンの 134D を、こっち、トップ、オフ振りました。はい。これ同じ140ルーメンかな？え？なんか数字を間違えてる？っていうぐらい暗いですね。はい。とても同じような赤、あれとは思えない。だからこう、暗すぎてカメラは明るいんだけどピントがね、合わないんですよ。はい。まあ、そんな感じです。この単三電池4本の 134D の140ルーメン、めちゃめちゃ明るかったで。ガチで全然違うんだけど、あれっていうぐらい。値段は確かにちょっとね、こっちの方が高いのよ。こっちがちなみにだいたいアマゾンで800円ぐらいです。ホームセンターだと1200円ぐらいで、こっちがアマゾンで1700円です。だからまあざっくりと2倍ぐらいの値段ですけど、ダントツでこっち明るいね。だからなんかこう明るさがある程度必要な人はこっちの方がおすすめかもしれないです。一応 N ループとかそういうのも対応してるみたいです。一応こっちも N ループの、言ってもこれ本当、今日の撮影のために電池満タンなんですよ。ちゃんと満タンの、電池を入れてきたんで、これでこんな感じなんですよね。でもこの140、同じ140ルーメン、もう全然違うんだけど、これ。え？同じジェントスですよ。メーカーが違って、ルーメンが違うとかじゃなくて、同じジェントスが140ルーメンっていう数字を両方書いてます。今確認しました。もう一回ね。だけど、完全に同じように140ルーメンでした。これもね。これも140ルーメン。え？みたいな。で、これね、だってもう一個あるんですよ。ちょっとね、今、照明がないんで暗いけど、この 132D が2つあって、今回開封したのこれね。だから今ここに3つあります。三つというか、さっきの爆赤でこの500ルーメンみたいに今こう四つあるんですよ。まあ、つまりこれ二つあるんで、二つとも、明るさ一緒ですよね。大して変わんない。はい。今ちょっとカメラの明るさがね、ちょっと安定してないんでめっちゃ明るいけど、どっちが明るいってないでしょ？両方今回、今電池満タンです。だから、まあ、例えば今こっちね。こっちと、じゃあ140ルーメンのこっち。どうスイッチ。スイッチがちょっと押しにくいな。スイッチが分かりづらい。はい。これ明らかに明るいよね。うん。これとこれだと、こっちの方が明らかに明るいし、じゃあちょっとこれ入れ替えて、はい、今、照明の方を落として、もう一個の方ね。うん。変わんないよね。うん。やっぱこっちの方が明るい。全然違うのよ。
天井を照らされてる明るさとか、まあこうやるとちょっとあれか、いやわかるか、こっちの方が明るいよね。うん、距離も一緒に持ってるけど、こっちの方がこう明るいよね。ね、明るいです。でまあそんな感じで、140ルーメンだけど想像以上に明るかったです。うん、本当これのバージョンアップって感じ。140なのかな？じゃあこっちが140じゃないのかな？どっちかが140じゃないってことになるよね。うん、です。いや、マジで本当明るいわ。で、これはね、ここに磁石がついているので、なんていうのかな？これ今スマホのね、ちょっとこのスマホのバンカーリングじゃないけど、ここにこうやってくっつきます。片方だけね。片方だけ磁石がついてます。こんな感じで。さっきのもそうです。さっきのも、こっちか。こっちに、磁石ついてます。こんな感じでね。うん。です。どっちがおすすめかって言われると、正直難しいところ。ある程度明るさがいる方なら、絶対こっちかなって感じ。同じ140ルーメンでも全然明るい。で、これ釣りにも使えるのよ。ヘッドライトがない時に、自分、これをね、持ってってるんで、使ってたりするんだけど、これね、ここにかけんのよ。ここにね。これもかけれるよね、多分。いけるいけるいける。で、ここにかけて、で、こう歩くときとかは、スイッチをこうやって入れて、前を照らしながら歩くと。で、これ広範囲に、明るいから、めっちゃ歩きやすいのよ。めっちゃ歩きやすい。です。うん。まあ、だってこの今までのちょっとくらい140ルーメンでも、全然使えてたから、これなんかもう最強だよね。はい。というわけで、オーデットの 134D の紹介でございました。まあ、単三電池なんで、まあ、入手しやすいですよね。の4本です。うん。点灯時間も僕はこれに書いておきますけど、マックスだと7時間。400ルーメンで7時間持ちます。で、充電電池とかも確か対応ってどっか書いてたはず。これね、これ。充電電池ついてエネループとか、なんかその辺は対応してます的なことを書いてます。ざっくりとね。充電式も対応しているということでございまして。いやー。これは、ちょっといい買い物だった。早く開封すればよかったね。はい。というわけで、ちょっと今後、釣りの方に持っていくか、車の方に置いとくか、ちょっとその辺は、ちょっとわかんないですね。多分釣りに持っていくかな。車だとこっちの方がね、便利良かったりするんですよ。ボンネットとか開けた時に、これで、ここに磁石があって、これでこう角度決めれるんですよ。だからこれは角度は決めれない。もう磁石でね、こうついたら、この角度から変えれないんですよ。そこがちょっと不便かな。こっちはちょっと高いんですよ。こっち4500円とかするんですけど、磁石でこうつけたら、で、つけて、この角度を変えれるんですよね。だからめちゃめちゃそれはそれで便利です。はい。まあ、そんな感じでございました。もうやっぱ照明はね、まあ、やっぱこうやって撮影する上でいろいろね、使うことが多いので、もうだいぶいろいろ増えたよね。釣りでももちろんね、いろいろこう使うし、半夜釣りとかも自分もちょこちょこするから、こういうライトなんだかんだで、使うこと多いんでね。まあ、気になる方は、ぜひね、概要欄にリンク貼っておきます。これ同じページなんで、下のとこね、値段見たら大体わかると思う。個人的おすすめはやっぱこの明るい方かなとは思いますけどね。まあ、こう安くていいやつだとこっちかな。実際これ何個もあります。4つか5個あるんですよ。はい、それがもうちょっとした時に便利なんで。まあ、実際ね、こうやって今照明で使っているぐらい。ちょうどいい照明なんでね。はい、ということでございます。以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。